今日はプレイステーションクラシックのトゥルーブルーミニ 128GB の2のいらないファイルを削除したり、ファイルを圧縮したりして容量を増やす作業をしてみたいと思います。まずは USB メモリーは Windows では読めないので、 Unix 系の OS か Mac などで読み込んでください。自分は作業しやすいように一般 Ubuntu でパソコンのハードディスクにすべてのファイルをコピーして、Windows 上でファイルをいじって、また Ubuntu で USB の中のファイルを削除したり、コピーしたりしました。結構、コピーに時間がかかるので、めんどくさい人は、新しい USB メモリーを買って、Windows で読めるフォーマットにして、ファイルをコピーすればいいと思います。USB メモリーの ROMs の中身を見ていきたいと思います。まずは、コレコビジョンからメディアのフォルダにマニュアルファイルと画像が入っていますが、いらないですね。取っておきたい人はパソコンに保存しましょう。メディアは削除。ゲームギア。同じくメディアはいりません。パケの画像が入っていますが、すでにレトロアークのサムネイルズにあるのでいりません。メイム。同じような理由でサンプルはダブるのでいりません。マスターシステム。同じくメディアはパケなのでいりません。任天堂64。ファイルが圧縮されていないのでZIP に圧縮してみます。 Nintendo DS。 ファイルが圧縮されていませんが、サイズがでかいので読み込みの時間が増えそうなので、そのままにしておきます。ファミコン。ファイルが圧縮されていないので ZIP に圧縮してみます。 PC エンジン。メディアはパケなのでいりません。PSP。 ファイルが圧縮されていませんが、サイズがでかいやつはコピーに時間がかかるので、そのまま。サイズが小さいやつは圧縮してもあまり変わらないので、そのまま。今回はサルゲッチュ、アサシンズクリード、悪魔ジョウクロニクル、グラセフ、パワーストーン、僕、魔界村の3つだけ圧縮します。圧縮はイソコンプレッサーでやりました。イソファイルを読み込んでコンプレッションレベルを9にしてコンプレスボタンを押せば CSO に変換されます。セガ CD、 メガ CD。 これもメディアはパケなのでいりません。サイボーグ009とスペースエースとスターブレードが圧縮されていないので圧縮します。009はトラックごとにイメージを分解して2トラック目以降の音声ファイルを OGG に圧縮しました。スペースエースとスターブレードは CHD-EXE で CHD に圧縮しました。またファイルを圧縮したことでプレイリストも書き換えなければなりません。レトロアークプレイリストにある LPL ファイルをテキストエディッタで編集します。ゲームボーイアドバンスは GBA を ZIP に置換します。任天堂64は Z64 を ZIP に置換します。ファミコンは NES を ZIP に置換します。 PSP は圧縮したファイルのところだけ ISO を CSO に置換します。 SEGA CD、 メガ CD はまずサイボーグ009はパスを1トラック目の ISO ファイルにします。スペースエースとスターブレードは作成した CHD ファイルにします。これでいらないファイルの削除と圧縮は完了しました。
容量が空いたので、ファイルを追加してみます。せっかくだから、プレイリストには存在する PC エンジン CD ロムロムのイースシリーズとネオジオポケットのモノクロを追加してみました。まず、CD ロムロムから。イースシリーズ3作の海外版を用意して CHDMIEXE で圧縮して CHD 化し、ファイル名をプレイリストのラベルに書いてある通りにリネームし、ロムズ PC エンジン CD にコピーしました。ネオポケのモノクロは、ロムをプレイリストを見て用意して、ロムズ SNK ネオジオポケットにコピーして、一旦レトロアークプレイリスト VR SNK ネオジオポケット LPL を削除して、PSC で起動して、フォルダをスキャンして、プレイリストを作り直しました。そして、レトロアークサムネイルズ SNK ネオジオポケットネームドボックスアーツのフォルダの中にサムネイルを入れました。あとはおまけで日本語フォントを入れました。オートブリームの方はテーマズの ARGB に、レトロアークの方はレトロアークアセッツ XMB レトロシステムに日本語フォントファイルを入れました。また、レトロアークに内蔵の PS1 のプレイリストを追加しました。以上で、準備完了。ファイルを追加した上での全体の空き容量は 3.4GB になりました。それではテストしてみます。
your ship. Candy!
Hey, Adol. Look. Hey, Adol! Smell that f- Thank you.